わしが天下御免の YouTuber 前田圭一は。こたびの題目は大河ドラマ鎌倉殿の13人第2話佐殿の腹徹底解説以上の項目で届けてまいる。また全体の解説はこちらの生放送解説をご覧あれ。登場人物なんか詳しく知りたいものはこちらを進めてまいる。この動画はかなり細部まで演出考察を交えたドラマを100倍は楽しむことができるくろうと好みの動画と相なっとるゆえに、よしなに頼む。その前にチャンネル登録よろしく頼む。ではまずは平家の幻の鎧が登場しておった日宋貿易解説。まず日宋貿易は平清盛様の父忠盛様の悲願であり、清盛様は力を入れてる政策である。異国の中国との貿易のことじゃ。また港が広いのはこの日宋貿易からと言われておって、人工の島埋め立ててできた港なんじゃ。なぜかと申すと、中国民国は宋の国は大きな船でござって、どんぶらこうどんぶらこうとやってまいった折に大きすぎて荷下ろしができないということで、それ専用の港を作ったんじゃ。それだけで財力がうかがえる。またこの貿易から貨幣での物の売り買いが始まって、銭というな貨幣を輸入し始めたんじゃ。お主らが至極当然に銭払いしとるのはここから始まっとる。輸入品は金、水銀、木材、刀剣、漆の器でござったり、扇などなど。輸入品、宋銭、高級の絹の織物、陶磁器、薬品、書籍、新たな文化がたくさん入ってきた。では、この場面のどこに平家の幻の鎧があったのか。清盛様と宗盛様が頼朝様について話しておる場面で、背景に虎の毛皮があった。さあ、今のうち見返してみよう。このかかっておった虎の毛皮は宋からの輸入品。日の元には虎はおらんからの、これが幻の甲冑になる。え、毛皮ではないですか。いいな。唐革鎧と申して、これ平家に伝わる鎧で、先祖代々受け継がれてきた家宝でござる。この唐革は虎の毛皮のことを指しておって、唐革鎧は虎の毛皮を脅しで作られたとも言われている。脅しというのは小金のな、甲冑の鉄の部分を糸で繋いでおるじゃろ、あの部分じゃ。虎の皮を使って鎧を作るなんちゅうのは相当高度な技術が必要なんじゃ。至極残念ながら唐革鎧は壇の浦の戦いで紛失したとされ、現物は残っておらん。そのため幻の鎧と呼ばれておって、平家物語なんかで記述のみ残されたロマンあふれる鎧なんじゃ。虎の毛皮からこう考察できるわけなんじゃな。幻ゆえに実体化はかなわんが、それを匂わせる演出、三谷殿あっぱれ。まあ現世のものも異国のハイブランドなる呉服好きなんじゃろ。ああ、それは名古屋人だけか。続いて頼朝様は何故処刑されなかった。同じ場面で清盛様が何故処刑しなかったのですかと宗盛様に問われ、あやふやに返したではないか。実はこれ深い理由がござる。父義朝様をはじめ、頼朝様の兄の命を奪っておきながら、三男頼朝様は命を奪われなかったのか。実は処刑は決まっとったんじゃ。父と共に戦に敗れて東国に逃亡中に、父は討ち死に、頼朝様は清盛様の弟に捕縛。1160年2月9日に処刑は決まっとったんじゃ。源の頼盛様の母であり、清盛様の継母、その名は池の善意様が除名を嘆願したんじゃ。何故除名嘆願したのか。息子の面影を見たわけじゃ。池の善意様は、頼朝が死ぬようなことあらば、わらわは食事が喉を通らなくなると述べて、決死の覚悟で清盛様に除名嘆願。頼朝様の母方の熱田大宮家の除名嘆願もあったと言われている。つまりこのような身分の高い家柄を敵に回すのは政治的に得策ではないなと、清盛様は頭が切れておるゆえにな。見栄えが悪くなって敵を増やすことになるゆえに、伊豆への流罪で済ませたのかもしれん。あともう一つ、平安鎌倉時代において、実は人を殺めるということは戦国時代に比べると少ない。
特に直接手をつけて殺める方法はかなり少ないんじゃ。人を殺める時の罪悪感、これは戦国時代も一緒なんじゃけれども、それをできるだけ軽減するために手を下す者が殺めた感覚がないような手法をよく取るんじゃけれども、人を殺めることに抵抗があったのがまだまだこの時代であるということなんじゃ。続いて頼朝様と政子の相引きデートのその後の話。三島明神で相引きをしておったが、後に伊豆山権現でも実は相引きしておるんじゃ。これやはり現地復興を祈願した大切な場所に思い人を連れ出して、ここは特別な場所ぞとかなんとか申して口説いておったのかもしれんな。でそこで政子が夢を見たと話す。ちなみに平安時代は夢は神様からのお告げと認識しておって、夢に人が現れるのはその人が自分を思っておる証拠と当時としては常識的な考えであった。政子様は観音様から是という一字が書かれた紙を渡され申したと夢の話をした。頼朝様は是の文字を分解すれば木の下の人と相なる、つまり天下をつかむ吉夢だと喜んだんじゃ。やったー。そして2人は結婚して天下をつかんだということなんじゃ。手を取り合った場面から、実は私夢を見ました、政子殿、それは天下をつかむ好機ですな、みたいな、なもしかしたらあったかもしれん。続いて政子様と阿波の局の密談のその後の話。阿波の局は妹でござるな。頼朝様は今までの男と違うと姉妹で話す場面。衣装化粧道具をしまっておった。この話おそらく続きがある。さっきと同じで夢の話になるんじゃが、夢を売ると天下するという考え方があった。蘇我物語によると、阿波の局が高い山に登って太陽と月を手で掴んだの。奇妙な夢だから姉上これどう思いまする、と政子様に相談。政子様はこれ吉夢だわ、絶対縁起が良い夢だわと気づき、その夢は逆夢で災難を知らせる恐ろしい夢かもしれないとかなんとか言うて、私が身代わりになってあげるわね、目は私が代わりに受けてあげると妹を言いくるめて、まあ小池栄子との政子様じゃと今の場面想像がつくんじゃけども、欲しがっておったあの鏡、紅もやっとったあの鏡を妹に渡して夢を買ったんじゃ。吉夢を買ったおかげで政子様は頼朝様と結ばれたとも言われとる。つまりこの後ドラマの方ではもう3話の方では政子様と頼朝様は祝言結婚しもうす、その間の空白の物語として実はこういったことがあったということを皆々に伝え申した。そして衣装道具をしまっている、すなわち鏡があるであったり相引きしている場面、すなわちこの相引きの逸話を想像させるような演出、そしてそこからわしが考察してみたというわけじゃ。そして密造貿易を移す場面での毛皮、これは確実に幻の鎧甲冑である。また源氏の八両と呼ばれる幻の甲冑ももしかしたらこのドラマで匂わすことはあるかもしれん。そちらの方はまた過去の解説動画の方をご覧あれ。では皆の衆いかがでござったか、ぜひともチャンネル登録高評価、そして編文はコメント待っております。共に鎌倉殿の13人を楽しんで歴史を学び人生を豊かに。ではまた会おう。 YouTube おぬすチャンネル登録をいたせよ。